どうもベトです。全ポケモン MVP の道、今回はヤドラン編です。ヤドランはタンクなので非常に MVP 取るのがしんどかったですね。やっぱりタンクってそもそも味方に経験値を渡して、これ取ってくれなかったんで多分くれたんですけど、で敵の進行を食い止めてできるだけ死なないっていうのもちょっと難しいですね。自分が死んでもカジリガメ取れればいいし、サンダー取れればいいしっていう考えなんですけど、ちゃんと敵を止められれば。でまあやっぱり死なない方がそりゃいいんですけど、まあそうも言ってられないので、で味方に経験値を渡し、キルも渡してあげた方がやっぱ経験値の差はつきますしね。アタッカーにキルが渡ればちゃんとアタッカー強くなるんで、そういう意味でもほんとタンクで MVP 取るのしんどいですね。ここはもうやれるやれるやれるってなりましたね。これやれなきゃもうダメだってなりました。ちゃんと KO できたので良かったです。ヤドランをやっていて 1v1 性能を高めるならテレキネシスではなくドワスレーの方がいいかなってずっと思ってたんですけど、それはちょっとタンクとしての主義に反するんで、ここ2回目のゲンガーが飛び込んだのを見てテレキネシスを打ちました。だいたい僕は1回目で打つより2回目のゲンガーの飛び込みを見てテレキネシス打って止めてますね。ヤドランを使ってる場合なんですけど、なんで1回目で止めないのか、1回目で止められればいいんですけど、だいたい1回目って眺めてるというか、そのあゲンガー来たが1回目だと思うんですよ大体が。なので2回目もしくはまあ3回目で止めてます。1回目でまあちゃんと止められる時もほんとたまにはあるんですけど、なかなかテレキネシスってこれなんか当たり判定が狭いですよね。そもそもちょっとちゃんと止めるの難しくて、あと当たっているのに止められなかったり、これはヤドランが誰かを止めた時にまた別の敵のポケモンからヤドランが攻撃を受けるとテレキネシスが止まってしまったりするんですよね。一回入ったら入ったっきりじゃないんですよね、テレキネシスって。まあ何かしら作用して当たらなかったり、まあそもそもエースバーンにフェイントされたりなど、その怪力の地獄車などですかね、行動妨害系を無効にしてくる状態とかは入らないので、まあ当然なんですけど、なのでテレキネシスを打つタイミングっていうのも結構難しいですよね。当ててしまえば敵を1体行動不能にできるので、まあその間ヤドランも行動できないんですけど、1体捕まった敵のポケモンを他の味方が集中して殴ってくれれば倒しやすいですよね。そういう役割な気がします。あとゲンガールカリオといったこう攻撃力が高い瞬間火力の高いポケモンを止めてあげると味方は喜ぶかと思います。1回目のカジリガメを取られてしまって下側の防衛に向かっているところです。ここに参加してくれたのはエースバーンとキューコンですね。ここゲンガーをどうにか止めたいなと思ったんですけど、キューコンがまず先に当たられてしまいます。ここでテレキネシスを外してしまったためゲンガーを止めることはできませんでした。ただこの敵のキューコンを KO したのが私になっていて、でここもカイリキも KO できたのでこれは嬉しかったですね。ここは2回目のカジリガメをお互い取ることができずサンダーの時間が来てしまってサンダー戦です。まずこれが多分本物だろうなと思い波乗りで突っ込んで月光牙を KO することに成功で、ゲンガーが来たためこれはユナイト技で止めます。ユナイト技はテレキネシスみたいに当たらないっていうことがほぼというか 100% ありません。近くにいる敵は絶対止められます。ただその敵を狙うのは、まあ、ちゃんと狙わないと当たらないんですけど、これ止められたの悔しかったんで、なんで止めてるんじゃと思って波乗り当てに行きましたね。ここで100点を入れます。
ただ敵の岩パレスにも62点入れられているので、ここちょっと苦しいかなって思います。下から怪力が出現、手前の茂みに隠れて上側に波乗りをぶち当てに行きます。3回目の波乗りでまた打ち上がったのを確認した後、テレキネシスで終了です。味方と一緒に KO ありがとうございます。手前の茂み、そこゲンガー隠れているんだぞと私は思っていました。なので波乗りから入ります。味方を助けられるかと思いきやテレキネシス外してしまいました。ごめんなさい、ありがとうございました。これによって敵にゲンガーを取られ、もうなすすべもない状態です。さてここでヤドランの使用感についてです。ヤドランは波乗りをよく私は使ってますね。熱湯よりもやっぱり味方を守る、敵に当たる、仕掛けるっていう意味でも波乗りが一番優秀だなと思っています。あともう一つよく使っているのはテレキネシスですかね。ド忘れを使ってヤドランだけで戦闘することっていうのがあんまりなかったので、テレキネシスを使って敵を一体拘束している間に味方に倒してもらうという使い方をよくしています。非常にそうですね、拘束力が高いポケモンだと思うので、カビゴンとともにタンクとしては優秀だと思います。怪力やゲンガーを止めるという役割としては非常に優秀かなって思ってますね。さてここまで見ていただきありがとうございます。どうもベトでした。